そしてバントを通すのを終わりに読んで6回に失点にまとめました。まずキャッチャーとして今日の手応えどうでしたか。まあ、ホームランを見送られてしまったので不安はないですけど、バントさんがすごい頑張ってくれたので、いい結果につながってよかったです。これから今後では見事なI'm sorry.
入ってくるっていうので決まります。で、緊張は試合に出るより緊張します。Thank you.